Thank you.
金の明細書がポストの中に入っていまして、もうびっくりしたので思わずお話をさせていただきます。検診の日にちが昨年の12月9日から今月1月10日までの1ヶ月間の料金がですね、7201円。もう高くてびっくりしちゃいました。しかも私この1ヶ月の中で3泊4日と6泊7日と2泊3日の出張に行ってるんですよ。それだけ家にいなくてもこの値段、7201円。プロパンガスの恐怖です。もうプロパンガス本当高いですよね。まあ、あの冬になって私一番の原因はお風呂だと思っています。やっぱりね、お風呂にね、浸かりたいんですよ。休みの日はたまにシャワーで済ませることもあるんですが、仕事の日は必ず浴槽に湯をためて入っています。もうあの仕事に行くと体が冷えますので、ゆっくりと温まりたいですし、やっぱりね、湯船に浸かった方が疲れが取れやすいし、寝つきもいいような気がするんですね。なので私はお風呂はお湯に浸かりたい派なので、まあ、そのガス代が大半を占めているのかなとは思ってるんですが、まあ、あの本格的な自炊もしないので、それにしても高いです。プロパンガス、プロパンガス屋さんが見てらっしゃったら文句ばかりで本当に申し訳ないんですが、私もう次引っ越す時は絶対に都市ガスの物件に引っ越したいと思います。いやー、だって12月9日から1月10日までの1ヶ月ということは、またねこの後の1月さらには2月も寒い日が続くので、これぐらいの毎月請求額が来るっていうのが予想されますよね。もうガス代の請求の恐怖に襲われそうです。高い、1ヶ月で7201円ですか。まあね、もう払うしかないのでお支払いはもちろんしますけれども、それにしてもちょっと高くてびっくりしたのでご紹介をさせていただきました。はい、今回も動画ご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。